今日のテーマは犬からしたら最高な飼い主さんの行動ですね。やっぱりワンちゃんが喜ぶことってね、意外とね勘違いしてること多いんですよね。これやったら喜ぶんじゃないかなっていうことをしても、意外と犬からするとそんなに嬉しくないなんていうこともねあったりするので、やっぱそれはちょっと寂しいかなっていうふうに思うので、ワンちゃんが喜ぶことをねしっかりと今回紹介するので、それを意識して日頃向き合ってあげてほしいなというふうに思います。はい、では早速ですね、1つ目、腰のマッサージですね。ワンちゃんのマッサージね、日頃どうですかね、愛犬ちゃんにしてあげてますでしょうか。でワンちゃんね、こう体の中で、とはいえどこをね、マッサージしたらいいんだろうって思う方、すごく多いと思います。で、私がおすすめするのは、この腰の部分ですね、腰。で、ここ一つに、性感帯がね、たくさんあってですね、実はワンちゃん、こう、触られるとね、こう、心地よくリラックスしてくれる場所でもあるんですね。で、やっぱり日頃からね、腰に負担かかってたりもするので、ぜひ腰のマッサージはしてあげてほしいな、というふうに思います。で、まあ、こう、揉んであげるのもね、もちろんいいんですけど、おすすめはやっぱブラッシングですね。ブラッシングで、この腰のあたりをですね、こう優しくね、撫でてあげるようなところ。で、最後はね、ちょっとこう軽く叩いてあげてもいいと思います。ブラッシングでこうね、軽く。これもね、いい刺激になって、今もね、小太郎完全に寝ちゃってますけど、すごくね、こうリラックスできるポイントかな、というふうに思います。はい。で、他の部分で言うと、やっぱり日頃から触っといてほしいなと思うのは、やっぱこの足先ですね、肉球の部分で、これなんでかっていうと、やっぱり爪切りとかね、嫌いな子多いですかね。小太郎も結構苦手なんですけど、この爪切りとか、あとはやっぱり怪我しやすい部分でもありますけど、なのでこう日常的に足に触れるっていうね、足に触れられるっていうことにワンちゃん慣れておくと、そういう時に過度にね、こう嫌がったりしないので、毎日のグルーミングのためにもですね、こう足先を揉んであげるっていうのはいいかなというふうに思います。あとは、日頃ね、耳がよく動く子っていませんか？どうですか？愛犬ちゃん。何かあるとこう耳がね、ピクピク動いて、どこから音がしてるんだろうっていうのでね。これはまあ、もちろんね、研修にもね、よって違いが出てくるんですけど、この耳がよく動く子っていうのは、やっぱこの耳の付け根が疲れてますから、ここを優しくね、マッサージしてあげると、やっぱりワンちゃん喜びますよね。疲れてるよね。ね。ということでね。まあそのワンちゃんによってね、やっぱ気持ちいい場所は違うんですけど、やっぱこの腰とね、足先はぜひ、マッサージしてあげたら嬉しいかなというふうに思います。はい。続いて2つ目。帰ってきたら匂いを嗅がせるですね。飼い主さんどうですかね。こう帰宅した時にワンちゃんにこうね、優しくこう手をね、差し伸べて匂いを嗅がせるってことしてますかね。で、ワンちゃんね、まあもちろん散歩に連れてってほしいんですけど、なかなか忙しくて、散歩に連れて行くことができないなんていうこともね、まあ、あってはならないと思うんですけど、まあなくはないかなというふうに私自身思ってます。で、そういう時に、飼い主さんが外から帰ってきた時にね、こう匂いを嗅がせてあげるだけでも、実はワンちゃんってすごいストレス解消になるんですよね。で、なんでかっていうと、ワンちゃんずっと家にいるじゃないですか。その時に外から帰ってきた飼い主さんの匂いを嗅ぐと、外の匂いを嗅ぐことができるんですよね。なので、まあ一個ね、散歩の目的でもありますけど、まあいろんなね、外の匂いに触れて、ストレスを解消するっていうところが、そこでちょっと満たされたりするんですよね。うん、なので、まあ帰ってきたらね、もちろん愛犬ちゃんがこう興奮してる時は、まだちょっとそっとしておいてほしいんですけど、まあ一旦ね、落ち着いてきたなと思ったら、外に匂いを嗅がせてあげるっていうのもいいかなと思います。で、まぁ、ちょっとこれね、飼い主さんがこう、どういうところに行って何をしてきてっていうのをね、ワンちゃん自身が心配しててね、それを知りたいっていうのもあるので、変なことしてないよっていうのをね、しっかり、匂いを嗅がせて伝えてあげるといいかなっていうふうに私は思います。はい。続いて3つ目が、トレーニングですね。トレーニング。で、トレーニングって聞くと、ワンちゃんちょっとストレスなんじゃないのとかね、本当に嬉しいと思うのとかね、思う方多いと思います。ただね、このトレーニングとか、あとはしつけとかですね、これっていうのは、しっかり時間を守ってね、正しいやり方をするっていうことをすれば、ワンちゃんにとっても、まあ、こう、飼い主さんとの一個のコミュニケーション、
飼い主さんの時間を独占できてるなっていう感覚になるので、実はすごく楽しいものなんですよね。うん。で、トレーニングっていうのは家庭の中で最後に飼い主さんに褒めてもらうっていうものがありますから、まあ、これがまたね、犬からするとすごく嬉しいということですよね。で、やっぱりトレーニングすることで信頼関係も築けますし、まあ、続ければ続けるほどね、よりね、犬の気持ちが分かったりもするので、まあ、日頃からトレーニングはやっぱりそういうコミュニケーションの一つとしてしてほしいなというふうに思います。ワンちゃんもね、新しいことができたって思うとね、それで脳も活性化してね、認知症の予防だったり脳も、どん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 若くなっていくので、日々トレーニングは続けてほしいなというふうに思ってます。はい。続いてが最後ですね。これが噛むおもちゃを与えるっていうものですね。やっぱり動物がね、今現代、こうやってね、一緒に人間と過ごすようになって、心と体を健康にね、保つためにはですね、やっぱり本能を満たしてあげるってことがやっぱり大切なんですよね。で、まあ噛み癖とかもそうですけど、ワンちゃん噛むっていうのはやっぱ本能として持ってるんですよね。噛みたいっていう欲求を。で、もう噛んだら叱る、噛んだら叱るっていうことをしてしまうと、やっぱりこれは本能を拒否してしまってるので良くないですよね。ストレスにもなりますし、ワンちゃんからすると、なんで噛むことがいけないんだと、こういうふうに思ってしまうので、噛むおもちゃを与えるっていうことですね。やっぱ噛み応えがあるおもちゃを与えてあげると、それだけワンちゃんは、まあもちろんこう、顎の力を使いますから、それだけ他のものを噛むっていうこともなくなりますし、噛む本能が満たされますし、ストレスの解消にもつながります。で、まああんまりね、こう、硬すぎるものっていうのは、やっぱりワンちゃんの歯が欠けてしまったりするので、そこの硬さはね、しっかりと見ていただきたいなと思うんですけど、まあ、しっかりこう噛んでガチガチこう噛めるものっていうのは、与えてほしいなというふうに思います。噛むことでね、噛むおもちゃを与えることでその噛み癖がより悪化してしまうんじゃないかって考える方もいらっしゃるんですけど、これに関してはもう完全に逆で、やっぱりそこでどうしても噛むんですよ。もうここは噛むのは仕方ないので、まあ、人間に対してね、もう喋るなとかね、歩くなみたいなね、もう本能食べるなって言ってるもんなので、噛むのは仕方がないので、しっかりとそうやって噛んでいいもので噛むという欲求を満たしてあげることが大切です。なのでね、今家にこうしっかりこう噛んで遊べるおもちゃだったり、しっかり噛んで、食べるようなおやつがないっていう方はね、ぜひ、常に、常備してほしいなと思うので、そういうものはぜひぜひね、この動画をきっかけにいろいろ調べていただいて、硬すぎないものを用意していただければいいかなというふうに思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。はい、やっぱりね、飼い主さんの多くがね、やっぱこの動画見てくださってる方はより愛犬家の方がすごく多いので、ワンちゃんに喜んでほしい、ワンちゃんが喜ぶことをしてあげたいなんていうね、気持ちの方、素敵な気持ちの方が多いと思います。でもその時に、まあ、ワンちゃんが実は喜んでなかったなんていうことをね、したくはないと思います。で、今回ね、紹介したものをしていただければ、ほとんど全てのワンちゃんがこう、喜んでくれる、まあ結構本能に訴えかけるね、ものが多いので、喜んでくれるかなというふうに思います。そうすることでね、心身ともにね、ワンちゃん健康になっていくので、ぜひぜひ試してみてください。はい。今日も、長くなってしまいましたが、お時間いただきありがとうございます。皆さんのコメントが支えになってます。今日もいろいろコメントください。はい。ありがとうね。バイバイ。ありがとうね。はい。バイバイ。ありがとうございました。おやすみ。